はい、すみこ TV チャンネルです。今日も新波乱語編ということで、はい、よろしくお願いします、はい、静香先生です。よろしくお願いします。はい、今日は何をやりましょうか。はい、今日は所有の言い方です。所有の言い方。はい、所有というのは例えば私のとかあなたのとか象のとか花のとかそういう言い方。何々のっていうことですか。そうです。日本語で言うなんとかのという言い方です。日本語はなんとかの、私の、象の、全部ので大丈夫なんですけれども、うん、まあ、ほとんどのですよね。なんですけど新波乱語は何パターンかありますので、それを今日説明したいと思います。私のとか。そうですね、はい、多分うっちゃんさんも新波乱語いっぱい聞いていくつかご存知かと思うんですけども、私のはもう皆さんもご存知ですね、うん、私のはマゲー。そうですね、マゲーですね、はい、あなたのは何ですか。バゲーとか。あ、そうです、バゲーも使うし、あともう一個ある、ね、親ゲー。親ゲー、そうです、どっちも正解です。親ゲー。でも親ゲーの方が現地の人は使う、ね、そうですね、親ゲーの方なんて言いますね。あなたの奥さんね、はい、このようにですね、生きているもの、生物の所有というのはなんとかゲーというふうに言います、うん、はい、マゲーとか親ゲーとかもそうですね。例えばお母さんのことシンハラ語でアンマーと言いますが、うん、お母さんのだったらアンマーゲーになります、はい、これが所有の一つ目の表現です。今日は全部で3つご紹介します。一つ目は生物に使うゲーですね。ゲーをつけてのを表す言い方。ただし私たちのという言い方だけはちょっと不規則です。私たちというのは新波乱語でアペ。アピ。あ、そうです、アピ。アピ、はい、アピ。アピの所有形がアペです。はい、私たちのことはアピ。私たちのと言いたいときにはアピゲーではなくてアペになります。アペーラタ、私たちの国。私たちはアピだよ、ね、そうです、そうです。私たちのはアペー、アペーになるということです。はい、そうだ、思い出した、はい、よかったですね。よかったです、はい、はい、ということでアピだけがちょっと不規則になります。一つ目がゲーの言い方でした。じゃあちょっと戻るけど、戻ってください。生き物って言ったじゃないですか、はい、じゃあゾウの場合は、ゾウは、ゾウはゲーなの。ゾウもゲーです。犬もゲーです。いいですね。いいです。生きてるものはゲーです。アリアゲー。そうです、アリアゲーだってます。アリアゲーですし、バラって犬ですね、はい、犬だったらバラゲー。バラゲー、はい、合ってます、大丈夫です。動物はね、はい、動物は生きているものは、うん、ゲーを使います、うん、はい、それは人間であろうが動物であろうが、うん、生きていればゲーになります、はいはい、そして2つ目3つ目がですね、今度は生きていないもの、うん、無生物の言い方ですね、うん、日本語はここも全部ので済ませちゃうんですけど、シンハラ語は別の言い方があります、うん、はい、まず1つ目が無生物の単数ですね。つまり生きていないもので1つのものを所有形にするときには語尾のアーの音を A にするという決まりがあります。例えばなんですけど、はい、シンハラ語でバスのことはバスエカと言います、はい、例えばバスのと言いたかったら、はいはい、バスエカーのアを A にするのでバスエケー。バスエケー、はい、本のことはポタと言いますね。本のと言いたいときにはポタの他の音を絵の音にするので立ちつてでポテ。ポテ、そうです、ポテ。この法則が分かるとなんとなく、ああ、そういえばなんかそういう単語聞いたことがあるなみたいないう風に耳にするとはってなると思います、はい、これが2つ目の無生物の単数の所有の作り方ですね。語尾のあの音を A にする。例えばお店のことはカダヤ、カダヤの所有形、店のだったらカダイエ、部屋はカーマラヤ、カーマラヤの所有形だとカーマライエ、カーマライエ難しいですか。ちょっと難しい、ね、ちょっと難しい、そうですね、上級者編ですね、はい、もう一個の3つ目はもっと簡単です、はいはい、今度は無生物、生きていないものの複数形。複数形の時、例えばさっきのポタは本一冊だったのでポテですが、シンハラ語は単数と複数名前が変わりますね、うん、そうですね、そうなんです。本がいっぱいだったらポタではなくてポッツになりますね。ポッツ、はい、ポッツ。そして本のと言いたい時にはポッツワラ、ワラをつけます。ポッツワラ、はい、無生物の複数の所有形、本のと言いたい時にはワラをつけます。あとは東京のとかいうような外国語地名にもわらをつけます。東京わら、そうです、東京わら、
東京わら、東京のっていう。そうで、例えば東京の建物とか、そういう時東京わらとかで言います、うん。あとはですね、もう一個わらを使う使い方があって、無生物の複数、外国語地名、最後は数えられないもの。数えられない。はい。液体状のものですね、はい、例えばお水とか牛乳とかお湯とか、はい、そういうものは全部わら、わら、ワトゥラワラ、ワトゥラワラ、はい、水の色、ワトゥラワラパータ、水の色、はい。シンハラ語はですね、所有の形がこのように3パターンあります。で、一番有名なのはおそらくゲーですね。マゲーとかオヤーゲーとか、はい、それは俺でも知ってるこれが多分一番有名かつ皆さんがすぐにスッと出てくるものなんですけども、それを所有全部に使えると思ってしまうとちょっと間違いやすい。そうですね、はい、それでゲーをつけちゃうと。そうです、そうです。日本語がやっぱりのです、全部済ませられちゃうので、はいはいはい、その感覚で例えば東京ゲーとかそういうふうに言うとそれは間違いになってしまうので、うん、どちらかというと全部覚えるというよりは全部ゲーというのではシンハラ語はないということが今日分かってもらえると。そうですね、うん、いいと思います。なんて言うかまだ知らないけど、はい、ゲーじゃないのは知ってたから。おだから変につけてなんとかゲーとか、うんうん、言わないで言わないでいました、ね、いいですね、はい、それが分かってると全部にノーのような感覚でゲをつけなかったりできると思うので、はい、そうですね、はい、うっちゃんさんは詳しく知っていたようなのでこれから所有形を概要なしてください。そうね、結構上級者編になるんじゃないですか。そんなことない。でも覚えてしまえば簡単なんですか。簡単ですので。でもこうやって文法をちゃんと特にまだそんなに分かんない人は学んどいた方がいいんだよ ね、うん、そうですね。ちゃんと俺が文法を何一つも学んでないからこういう風になってるんですよ、ね、まあ、でもうっすらでも分かってから行くと入ってくる感覚も違うと思うので、はい、ぜひ覚えていきましょう。はい、はい、ということで今日は所有ということでお届けしました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ほい。